いよ雨やね。昨日ね夜車が壊れて、メロディーちゃんが今修理中で急遽台車でね、もう聞こえないかこれ。後で話した方がいいね。この近くでね、うん、ここから6分のとこで車壊れたんやな。壊れたね突然ボーンって言ってね、うん、エンジンのね、うん、一部が壊れた。プラグの部分が穴が開いたのね。穴が開いて、で昨日はちょっとね止まるのは、うん、まあ、山の方の温泉行って、でまたねいや、その前に壊れた200-300メートル先に、うん、ホンダのディーラーがあって、あって、ね、うん、そのままそこに修理に出して、ね、うん、本当はもうねレッカーかなと思ったけど、うん、とにかく大丈夫だから進めって ね、 ね、来たんよね。聞いてみたら、うん、出たから、うん、それ信じて行ったら、うん、すぐ近くにね、うん、ホンダがあってやってて今対応してもらって、ね、でそれでなんか綺麗な台車も借りれてでもう一回ホテルでゆっくりね、うん、もしかしたらもう一晩一泊しようか言ったけど、とにかくカメラがね車に忘れてきたって言って、うん、取りに来てみたら、うん、カメラは台車に乗ってたっていうもうこれは、うん、この、うん、花の岩屋に ね、もう一度来るっていうすごい大雨でね。だからまあ熊野に入ってすぐに1週間ぐらい痛いねって、熊野は痛いねって言ってたもんね、刑事ね。だからまあ、うん、そしたら実際そうなってきたみたいな。まあ分からんけどね、うん、すぐには出れなくなったな、うん、はい、乾杯しました。そうどちらですか、北海道。根室。根室、みかん美味しいですよねねえ、すごい穴ですよね。そうやん、人誰もいなくなったやん、うん、じゃあお参りします。何を、あ、宙にすればよかった。ちょっとちっちゃい。そうやな。美味しそうだね。うん。いただきまーす。イザナミランチ。そんなではない。あ、イザナミ米のうどん。これは食べなんとやな。大変だって。外はね。美味しい。どういうあれなの。なんか。うん。するっとしてて、うん、もちもちな感じ。あ、そうなんや、うん、お米のうどんだもんね。うわ、おお、めっちゃ綺麗やん、うん、やで、が白いやつを見つけて、うわ、映画みたいやな。ね。
潮の岬神社、海にねせり出す感じ、親分である塩野さんを祀ってるって言ってましたね。瀬子さん一押しの一押しの完璧な夕日タイムやで、さっさと行けっちゅう感じやった。おおすごいな、ちょっとなんかうわ来るな、ちょっと感じますね。うわ優雅に鳥が参拝しましょうか。実はね、本州最南端潮の岬のクジラ山見、ここでクジラを探してたんかもね。あったな。すごいね。
ちゃくちゃちょっと今ちょっと散らかってはいるんだけどね、このベッド3台とで、あのキッチンとかもね使えて、そしてこの YouTuber 的なスタジオがついて、びっくりするほど安いお値段で泊まれる熊野のね、勝浦の宿、よかったね。ぜひ勝浦に。いくらだっけ？まあ時期によって変わるんやろうけどな。まあでも一人宿泊、あの掃除代とか抜いたら1000円ちょいっていう、また信じられない価格で。まあね、あのクリーニング代かかるから、そう、ね、あ、ね、連泊すればもうめちゃ安い、信じられない。食べたいって言った瞬間ね、うん、この芋餅が出てきた。さっき買っとけばよかった言うからね、にしていこう。美味しそう。まあそうだね、作ってるもんね。いやだってさっき見たで、うん、それうまいんやろ。ここでそうでもないとも言えないよね。いや、うまい。うまそうだもんね。ね、こっちがうまいもんね。お茶欲しくなるな。間違いない。うん、いいですかね。思ったよね。うん、こんな予想しちゃう。なんかもっと スープとかないかな。うん、ペンネアラビアータ、辛いんや。そんぐらい
マイルドにしますか言ってたもんな。おいしい。正解はペンネアラビアタだ。おお、すごい絵だよ。世界観がね、山道すごかったな。ずっとあのテンション続くのっていう山道だったな。あれやねんこれ。ちょっとでかさが動画じゃわからんけど。あ、わかるわ。立つと巨大さが。ここでお別れやな。ありがとうね。すごいね。ねえ。すごいね。さっきのバス子供たちか。あっちへ、これ。なぜかみんな岩に手をつけて。あ、また誰もいなくなったな。すごいね。
宮古島カレーほほふつとするカレーだね。美味しい。美味しい、うん、宮古島カレーはよくわかんない私はナスカレーでーとかね。あーそうなんだ。前回も中心さんそっかそっか。キムタコも来たとこ言ってたもんね前。え、そうなんすか。事実かどうかわからない。でもあの有名人結構来てる。あーそうなんだ、うん、モッコが来たのかね。あ、モッくん。へぇー。この季節誰だっけ、あの映画俳優は。原田芳雄さん。原田芳雄さん、見た見た。心の人ね、あんまりね。はい。呼ばれた顔してはるの。旅行は違うんやね。1週間ぐらいいたんですよ、結局ね。うん。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい。ありがとうございます。すっかりね、ドン、うん、にカレーのドンに九州の女性星 4.5 だったから、おお、美味しかったね、うん、まあそれと、まあ、あの人柄みたいなのがやっぱり、ね、すごい天真爛漫なみかんもまた大量にもらって、ね、いい人ばっかりやな、うん。